ちは。皆さんお元気でしたか？本日はちょっと昔の立花っ子集まりますコンサートへお越しいただきありがとうございます。演奏会は今年で8回目を迎えました。昨年平松先生の追悼演奏会を開催しまして、今年度は気持ちを新たに心が温まる音楽を作っていくことをモットーに、新たな立花ファミリーバンドとして活動してきました。本日も一度心を込めて演奏しますので、最後までゆっくりお楽しみくださいませ。指揮は脇坂佳代子、司会は木村純子でお送りいたします。1曲目はオープニングではすっかりおなじみになりました大家作曲給油でした。2曲目はブラスバンドと吹奏楽作品をたくさん生み出してきたイギリスの作曲家フィリップ・スパークのマンダーレンの風景です。マンダーレンはノルウェー西海岸の雪の衣をまとった山々の美しい町です。2003年にマンダーレンスクールとユースバンドのコンサートのために作曲されました。作曲者のフィリップ・スパークとユースバンドの指揮者が友達関係だったそうで、美しい場所を音楽で表現したというような作品です。冒頭のフルートの美しい旋律から各楽器が奏でるハーモニーに壮大な景色を感じながらお楽しみください。Thank you.
町です。1988年の吹奏楽コンクール課題曲です。コンクール課題曲のマーチとしてはちょっと珍しいノリノリのリズムのとってもウキウキする楽しい曲です。ちょっと年齢バレてしまいますけど、ちょうど中学生高校生の頃にこの曲を吹いているメンバーもいます。コンクールで吹いて金賞もらったなとか、当時はカラーガードで踊ってて、今も振り付けなんとなく覚えてて踊れるわとか、大人になってから初めて吹いたけど意外に難しいやんとか、私たちにはいろいろな思いが蘇ってくる懐かしい一曲です。前半の軽快なサンバと後半から柔らかな雰囲気のビギンのリズムを使った楽しいマージで、パーカッションの軽快なリズムに乗って華やかなメロディーが繰り広げられていきます。メロディーと裏メロディーの掛け合いなどもお楽しみください。
ありがとうございました。一部最後の曲は吹奏楽の神様アルフレッド・リード作曲ゴールデン・ジュビリーです。この曲はタイトル通り50周年のお祝いに作曲されました。ジュビリーは節目という意味で、シルバージュビリーは25周年、ゴールデンは50周年、ダイヤモンドは60周年といった感じで数えるようです。未来への前進と栄えある過去を表現した曲だそうです。この曲を作るときにテンポ感どれぐらいでいくとかね、指揮のワッコとメンバーでいろいろ相談しながら練習を進めてきたんですけれども、平松先生が高校在籍の時に指揮をされたことがある曲でして、先生がどんな風に指揮をしてきはったかなっていう話から眠っているビデオを掘り出してきて聞いたりしました。当時のテンポ感は意外に速くてびっくり、若い時の熱血先生ぶりが垣間見れました。美しく綺麗に聞かせたいところと、華やかに力強く聞かせたいところのメリハリなどを表現するのに苦労しました。恩師である平松先生がお亡くなりになってから新たに歩み始めた私たちにぴったりな一曲だと思っています。今まで大切にしてきた音楽性はこれからも大切にしながら進化をし続けていきたいなという決意を新たにこの曲をお送りいたします。